ご覧のスポンサーの提供でお送りします。島根県の南西に位置するここ益田市で猟犬と共に暮らす若い漁師さんに出会いました。松本力さん41歳。今回はイノシシ漁の現場に同行させていただきました。松本さんは単独漁という一人で行う形式の狩猟を行います。イノシシが寝ていそうな場所を犬たちと探します。突然、犬たちが茂みの中で鳴き始めました。静かに準備をする松本さん。その時、前方の茂みから何かが移動する音が聞こえてきました。犬に吠えられたイノシシがたまらず逃げていったようです。イノシシを追跡した犬たちがそう遠くない場所で鳴いています。大きなイノシシが見えました。犬が距離を保ちながらイノシシに向かって吠えています。慎重にイノシシとの距離を詰める松本さん。こちらの存在に気づいたのか、またもやイノシシは逃げてしまいました。再度、犬の鳴いている方へ向かって追跡をします。犬に追われたイノシシがこちらに向かってきました。弾は当たっていたようですが、急所には命中しなかったようです。弾当たったんや。
まだ強くないと思う。はんやはんや、はんやはんや。めっちゃ怖いよな。負傷したイノシシを犬たちが鳴いて足止めをしています。誤って犬を撃たないよう犬が離れる瞬間を待ちます。ナイフでとどめを刺し血抜きをします。体重約80キロほどのイノシシを一人で運び出します。切らないか。せーの、ボン。よし。やっぱぬびしょ濡れになったらかわいそうなよね。うん。よいしょ。ちょっとでも拭いてやらんと。よし、皆さん、早く来い。入ってよ。今、入ってよ。濡れた犬たちの体を拭き、イノシシを車に積み、本日の漁は終わりとなりました。松本さんが狩猟を始めたきっかけについて聞いてみました。んで、もう上司はおったのはおったんよね、うん、でもう他界されて、うん、もうそっからもう5年ぐらい経ってもうイノシシの被害がすごいです。あ、この辺で。この辺でまあ電柵とかもまあ常にしてるんだけど、それでもまあ電柵から外の方はやっぱり荒れ放題、うん、そういう状態でも普通にも車で通っとっても、お、ファンにもおるみたいな、普通に出るから、地区の中で誰か一人やる人間がいてもいいんかなと思って、その中で、まあ、古い人なんかまあなおさらもうやる気もないじゃん。でからその中で俺が若手の方だから、その時は37歳ぐらいかな、うん、でからまあとりあえず免許取ってみるかとっていう風に取って、でまあ、実際やってみたら、もう初年度からもう他の漁師があるかも取れるわけよ。これ面白いじゃん。
自分の住む地域のために狩猟を始めた松本さんにとって狩猟の面白さとはどういったものなのでしょうか。犬とのコミュニケーションができた時の感動かな。だから今のひまわりとトキはものすごいもう飼い主の気持ちを分かってくれて、なおかつ自分らも山に行きたい、で山に入った瞬間も自分らは何をしなければいけないかっていうのを理解してくれるようなのがもう 見てて分かってて、ああここまでやるようになるんだという、この長寿問題の世界でやっぱり若手の育成、そういうのってすごく大事だと思うから、まだしばらくはやると思うよ、体が元気な限りは。海と山に囲まれたこの町で松本さんは今日も犬と共にイノシシを追いかけています。